吉田さん、ぶち抜く力ね、いいんじゃないですか。やっぱりね、人はね、天才は一番最初に道を作るんですよ。で、凡人は天才の作った道を歩いていけばいいんですよね。だから丸々コピーできればそれで OK なんですよ。もともとオリジナリティがなくってうまくいってないわけですから、オリジナリティにこだわるんではなくって、うまくいった人の2匹の土壌とか3匹目の土壌を取っていけばいいと思うんですよね。で、私の麻雀店のことをね、ちょっとまた出していただきましたけども、私の麻雀店がなんで赤字になったかっていうと、おおよそはですね、私が売り上げで遊んでたからなんですよ。だから私がね、経費をしっかりとキープして社員の給料を調整して大盤振る舞いしなければ、まあ赤は赤でも毎月100万円とかにはなってなかったんじゃないかなと思いますよね。で、私がシフトにもう率先して入ってね、人件費を削ったりとか、私が経営に入ること、経営じゃない、店舗に現場に入ることによって、お客さんとのコミュニケーションを密にしてね、そこで戦略を毎日のように立てていけば、多分改善はできたんじゃないかと思うんですよ。もともと私が増やしたお客さんであり、もともと私が増やした売り上げだったんで、売り上げが上がった時に人に任せてね、もう自分が楽をしようと思ったのが全ての諸悪の根源だと思います。で、それを考えると、私も今ね、ほとんどビジネスしてないわけじゃないですか。で、ビジネスの現場離れて楽隠居してるわけですよ。同じ二の舞を伏せるんじゃないかなっていうところがありますけども、店舗運営と違うのは、私はね、ストック型のビジネスをしてるんで、昔の動画や昔のコンテンツからも売り上げが上がってくるし、プラスですね、投資の利回りがあるっていうことが圧倒的に違いますよね。で、投資もそうなんですけども、私はね、基本に超忠実にやってるんですよ。リスクリワードとかね、それから、まあなんですかね、いろんな法則とかね、500年かけて多くの投資家さんが勝ったり負けたりして、その後で残った坂戸豪をはじめとする法則をそのまま忠実に再現してるんですよ。でも、忠実に再現するにしても、忠実に再現するためのスキルが必要なんで、1年間は修行したわけですよね。こう、バッティングでも、ボールが飛んでくるところの芯を捉えて打つのはみんな分かってるんですけども、飛んでくるボールの芯を捉えるってことができないから、素振りの練習をして、バッティングがね、まっすぐ波打たないように、まっすぐいけるように練習するわけですよね。で、イチロー選手が言ってたんですけども、筋トレをするとスイングのための筋肉ができないと、スイングに邪魔になる筋肉ができるから筋トレするんじゃなくて、スイングのための体を作っていくっていう、そんなことを言われてたと思いますけど、まさにそうで、私がね、店舗運営のための筋肉をいくらね、YouTube で使ってもダメなんですよ。 YouTube で必要な筋力っていうのは、 YouTube によって鍛えられる筋力だと思いますんで、まあ、そういった意味でね、まあ、ぶち抜く力を YouTube 用にカスタマイズしていく必要があるのかなと思いますね。まあ、その力っていうのは、やっぱこう繰り返すってことじゃないですかね。同じことをどんどんどんで繰り返して、自分の無料コンテンツで反応があったものの、なんか似たようなテーマを繰り返していくとかね。で、サムネイルとかタイトルもやっぱりこう検索にかかりやすいやつとかね、意識してもらいやすいやつを作っていくとか、まあますますこれも真似っていうやつですかね。だから「ぶち抜く力」っていうタイトルっていうのは、「ぶち抜く力」っていう本がネット関係の人に、ビジネス関係の人に刺さるからですよね。与沢翼っていうビッグネームが道を作ってくれたんで、じゃあキーワードに与沢翼さんの考えた何とかかんとか思考とかね、与沢翼さんの書いた本を読んで勉強した結果こうなったとかね、ああいうタイトルをつけたりサムネイルを作ると効果があるんじゃないかなっていうのは、まあ実績があるからですよね。要するに、先人が歩いた道をそのまま歩いていくっていうことで成功率を高めるということです。まあ、だから吉田さんがね、コンテンツを売り続けていることと、少ない再生数でもちゃんとリピートを取っていくっていうのは、そういう放送発信をしてるからなんで、それをしっかりと真似していけば似たような結果になるんじゃないかなと。究極は再生数2で30万円の売り上げってね、億万長者合宿でも言いましたけども、再生数2、売り上げ30万、すごいですよね。で、億万長者合宿でもお話しましたけども、1万本の動画を撮って1億円の売り上げを作ったから、1本あたりの動画単価は1万円ですっていうね、もはやもうヒカキンさんというね、同レベルのことも言えるわけですよ。まあ、全然中身は違いますけどね。まあ、そういうふうに成功例に学んでいくっていうことを、素直に学んでいくってことは非常に大事なんじゃないかなと思います。まあ、そこでなんか指導めいたことをした時に、
デモっていう言葉が出たりね、デモこういうふうにやった方がいいと思うっていうふうに、売れてる人に対して売れてない人がデモを使うことってのは非常になんかもったいないなと思いますよね。まずは全部やってみて、素直にやってみて、結果が出なければデモなのかもしれないけども、あの教えてくださいって来といてね、で教えてあげたらデモになっちゃうわけですよ。自分はこんなこと教わりませんでしたってね、だから勝てないんでしょとか、ね、だから売れないんでしょって話になっちゃうんですけども、まあそこでね、なんとか塾、なんとかコンテンツには信頼をなくしましたとか言って離れていくんですけども、まあそういうものが信頼できない以上はもう稼げないんじゃないかなっていうことにもなりますし、あ、ちなみにみんなの銀行、真ん中のアルファベット K が大文字ですからね、吉田さんお願いしますよ。で、いってらっしゃい。